はい、さあ今回はですね、いよいよスケール実践編です。まあ、今まではね、スケール各論といって各スケールの紹介をしてまいりましたけれども、実際そのスケールをどうやって使うんだ、どういう感じの音になるのかっていうことを、まあ、ようやく今日からやっていきたいと思います。初回はですね、ダイアトニックスケールとドミナントの基礎ということで、まあ、基本的なスケールの使い方を学んでいきましょう。例題なんですけれども、おなじみフライミートゥーザムーンの、まあ、最初の8小節をちょっと抜き出してここで説明しようかなと思います。コード進行はね、簡単なので、いいんじゃないですかね。で、これを見た時に、僕はキーはね Am か C だなっていうふうに分かります。なんでかっていうとですね、ダイアトニックコードっていうものを見てるんです。ダイアトニックコードとは、まあ、そのキーで使えるコードのことを言います。まあ、図にするとこんな感じになるんですけど、まあ、右側のこうダイアトニックスケールっていうのはまあちょっと後で説明するので、ちょっと灰色くなってますけども、度数、そのスケール、キーの構成ですね、1,2,3,4,5,6,7 度っていう風にありまして、1度だとメジャーセブンスになりますよ、2度だとマイナーセブンスになりますよっていう風な感じですね。これ決まってます、ダイアトニックコードっていうのは。で、キーが C または Am の場合、これ度数のところに CDEFG っていう風に当てはめてみると、はい、こういう風になります。1度は C メジャー、2度は Dm7、3度は Em7 っていう風な感じになります。さあ、フライミートゥザムーンに出てきたコードと照らし合わせると、はい、こんなに共通点が出てきてます。まあ、Em7 が出てこないだけで、まあ、ちょっとこの最初の8小節以外のところでね、この後まだまだ32小節ほどあって、そこでは出てくるんですけど、まあ、さっきの8小節だけ見ても Em7 以外全部出てきてると。じゃあ他のキーはどうなんだっていうと、まあ、D から始めてみましょうか。 D メジャーにしてみましょう。はい、度数で言うと D、E、F シャープ、G、A、B、C シャープになります。1度から7度がそれぞれこの音になります。じゃあ実際のフライミートゥザムーンに出てきたのと照らし合わせると、はい、A7 しか共通点がありません。まあ、A7 もね、実はダイアトニックコードじゃないんですけど、まあなんか明らかに、D メジャーの曲じゃないなっていうふうに分かるんですね。まあこれは他の、キーで試してもそうなんですよね。まあこの辺はね、覚えるとね、早いんですけど、まあこれで、C メジャーだなっていうふうに分かるわけです。はい、しかし、あれ E7 とか A7 とか C メジャーのダイアトニックコードにないコードが出てきてますね。ノンダイアトニックコードが出てきてますと。はい、それでもね、心配しないでください。例えば、まあ、こういったダイアトニックコードっていうのは、まあ、全てセブンス化します、ね、セカンダリードミナントっていうんですけれども、なんかこう、まあ、いろんなコードがね、そのセブンスじゃなくても、セブンスになることができますっていうね、まあ、ルールというか、そういう機能があるので、なんか見たことないダイアトニックコードじゃないセブンスがあるぞってなっても、まあ、慌てないっていうのはね、大事です。だから、まあ、気にしないでいいということです。まあ、だから、まあ、依然として、ノンダイアトニックコードの、まあ、E7 とか A7 とかあるけど、まあ、C メジャーだろうなっていうことがわかるわけです。さあ、ここから次スケールを見ていきましょう。まあ、ダイアトニックスケールを、見ていきましょう。はい、ダイアトニックスケールとはそのキーで使えるスケールです。まあ、再び先ほどの表に戻りますと、はい、1度の時は、まあ、メジャーセブンスの時はイオニアン、2度の時は、ドリアンっていう感じですね。で、これを、まあ、C メジャーに当てはめると、まあ、こういう感じになるわけですね。 C メジャーセブンスが出てきたらイオニアンが弾ける、Dm7 が出てきたらドリアンスケールが弾ける、まあ、さっき、フライミートゥザムーンに当てはめると、はい、こういう感じになります。こんなにスケール切り替わんのって思っちゃうかもしれないんですけど、全然安心してください。これ結局この全てのスケールって構成音が全部同じなので、使うツボ全部実は同じなんです。だからこのダイアトニックコードが出てきてるところ、ダイアトニックコードに対してはもう全部、まあ、例えば エオリアンだけで弾けるっていう感じです。まあ、D ドリアンでもいいですし、 G ミクソリディアンでもいいんですけど、なんかこう名前変わってるけど中身全部一緒っていうことなんですよね。じゃあこのダイアトニックスケール、まあ、C イオニアンなのか A イオリアンなのか、まあ、何でもいいんですけど、ちょっとこれ見てみましょう。
三味線のツボで言うと、こういったツボが使えますと。じゃあ一回このフライミートゥザムーンの最初の8小節を、まあ、このツボ、このスケールを使ってもうずっとちょっとダラダラと弾いていきます。もう別に、まあ、ただねこの使えるツボをダラダラ弾いてるだけでもう全然あの特別なテクニックとかないです。じゃあちょっと聞いてみましょう。はいっていう感じなんですけど、まあ間違ってはないけどまだまだかっこよく弾けるのかなっていう感じなんですよね。で、アプローチとしてはさっきのノンダイアトニックコード E7 とか A7 この2つのとこだけツボをね変えるといいんですよ。でまずは、まあ、2つ使えるんですけどハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローとオルタード。でまずはじゃあこの HMP5 から見ていきましょう。別にね何も難しいことはなくてその C ダイアトニックスケールから1音変わるだけ。 G っていうのが G シャープになるだけ、まあ、例えば、1の糸の6が7になったとかね2の糸の2が、3になったとかそのちょっとツボをね1個ずらすだけなんですよね。たった1音変えるだけで弾けちゃいます。で A に関しては A の HMP5 に関しては2箇所変わるんですよね。 B が B フラットになる C が C シャープになる、まあ、たった2音変えるだけでいいのかなっていう感じですよね。じゃあ実際ちょっと音を聞いてみましょう。っていう感じになってまして、やっぱりさっきよりちゃんと E7 と A7 を弾いてるなっていうこうあった感じがしますよね。このね E7 のこのここがダイアトニックだとこのただの G なんですけど、このハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローのこの音が入ってる。で A7 のところではダイアトニックだとレードだったのがドのシャープになってる。ここがなんかこのコードに合ってる感じがして、まあ、よりちょっと洗練された感じになってるっていう感じですね。じゃあ次はオルタードを見ていきましょう。まあ、別にねあの HMP5 でもいいですしオルタードでもいいですし別にどっちだっていいんですよ。なんかどっちが作れてるとかじゃなくてその時の気分で弾きたい方を選べばいいのかなっていう感じです。まあ、特徴としてはねオルタードの方がちょっとこうえぐみがあるっていうかもうよりなんか、まあ、ジャジーというのか、うん、なんかこうおちょっと変えてきたなっていう感が強いですね。じゃあまず E オルタードを見てみましょう。はい、さっきは、G が G シャープになるだけだったんですけど G はそのまんまで A が、まあ、G シャープになったり A シャープになったりっていうちょっと2音変わってるんですね。まあ、とはいえたった2音変えるだけ。次 A のオルタードになるとちょっとねこれはね複雑というか、まあ、3音変わるんで3音変わるとめんどくさいかもっていう感じなんですけど、まあこれもね覚えるしかないですよね。じゃあどういった音の感じなのかっていうのを聞いてみましょう。はい、分かりましたかね。 E7 のとこだとこの1の、7と1の9っていうのと3の、19ここがなんかオルタードっていう特徴ですよね。で A7 に関しては2の7、2の9
っていうところでオルタードを使ってます。まあ、別にね、そのオルタード E7 と A7 で揃えなきゃいけないってことは全然なくて、 E7 では HMP5、 A7 では、オルタードっていう、まあ、全然使い分けもしてもいいです。まあ、今回はねちょっと無理に、両方オルタードで揃えて弾いてみました。まあ、というわけでですね、まあ、今回は実際に音を聞いていただきましたけれども、まあ、あの、なんていうんですかね、ダイアトニックコードに対してダイアトニックスケール1個を割り当てて、なんか違うノンダイアトニックコードが出てきたら、まあ、それに対して HMP5 だったりオルタードだったりっていうのを、使ってみるっていう、まあ、本当に単純な、まあ、何も別になんかそのリズム的にも難しいことはしてないし、ただなんか使えるツボをなぞってるだけ。まあ、本当はねここにもうちょっとこう歌心とか、ね、リズムを変えたりとかしないと、まあ、実際かっこよくならないんですけど、とりあえずまあ理屈としては、まあ、こういう感じで使えるツボを探していけばいいんだよっていうようなことを、説明してみました。ということでね、どんどんね、ここから第2回第3回と掘り下げていきたいと思いますので、次回もお楽しみください。